そろそろ終わりかな。次、ミドガル魔剣士学園生徒シド・カゲノウ。次はシド・カゲノウか。ん？選択肢その1、諦めて試練に挑戦する。実力バレちゃうしな。選択肢その2、逃げる。これはボツ。姉さんになんて言われるか。選択肢3。あの光は、は見て、シャドウ。選択肢3、うやむやにする。我が名はシャドウ。影に潜み影を狩る者。我らの足元を這い回るドブネズミか。聖域に眠りし古代の記憶を今宵我らが解き放つ。なぜだ、わしは動かしておらんぞ。なんだかすごいことになっちゃったな。最悪の魔女アウロラ、かつて世界に混乱と破壊を招いた女。実際に彼女がどんな混乱をもたらし破壊を行ったのかは、よろしければ最悪の魔女のことを教えてくださいな。もちろんよろしい。教会でもごく一部でしか知られていません。しかしシャドウとやらも運が悪い。あれは史上最強と呼ばれた魔女です。手も足も出ますない。女神の試練がシャドウにふさわしい相手として、シャドウの力は世界を破壊した存在に届くということ。僕らは同じ感覚を共有している。戦いとは対話だ。それを読み切り互いにより良い回答を重ね合う。それこそが戦いだ。あれが古代の戦闘技能。思ったより粘るようですが、実力の差は歴然の様子。あの女は強い。でもシャドウはまだ見ているだけ。親愛を込めてバイオレットさんと呼ぼう。僕は久しく対話らしい対話ができずにいた。あなたと話せて嬉しいんだ。だからこそわかる。全力の君と戦いたかった。